正解寺は、兵庫県姫路市梅崎町宮家にある、天台宗の寺院である。三号は、富田山。霊気2年、宝省宗の名称で当県伊保郡、八田部出身の特道によって開かれた。その後、影響11年代洪水で壊れた、本堂、傍子を、張間国の守護赤松氏や映画城主三木氏により、再建されたと伝わる。また、今の本堂は、 漢文六年に三度建てられたものである。本尊は高さ1.8メートルの十一面千珠関税音菩薩、脇仏地蔵、菩薩、不動明王である。また、沖潮城初代、赤松正則は、東山本尊を模した黄金一寸八部の森本武を生涯離さず、先行を挙げ赤松家最高を成し遂げ、遺言により、東本尊の体内に収めたとされる。 天正の頃、沖潮城が豊臣秀吉に滅ぼされた後、当時は追尾年月を重ね後輩少女、尊蔵も朽ちる。江戸時代、天台宗の一僧侶里志輪が当時の様を嘆き、当村の長者絹が刺し、有等と力を合わせ再建した。以来、天台宗の寺院となる。また同じ頃慶雲寺の南室王将によって、 はり西国33カ所の札所に選定され、地元のみならず、はり一園から参拝者が訪れるようになった。01延長事例2正解事例3八王事例6、蓮華事例7世海寺、JR 姫路駅より、新規バス前の小域、古瀬畑駅、雪彦山域に乗車、宮尾北栄流助下車。東へ、徒歩約800メートル。ありがとうございます。